ガムテープおじさん。カメラの前でガムテープを持つ男性。何をしたいんでしょうか。すると、まさかの、嘘でしょ。おもむろに頭に貼り付ける。一体何をするのか。清水明じゃないよ。勢いよくガムテープを剥がし、おじさん大絶叫。なんでそんなことすんの。見るからに痛そうなガムテープ脱毛。もういいよ。なぜ涙を流してまでこんなことを続けているのか。いや、これで抜けんの。抜けんじゃない。いいよいいよ。ほら、果たしてなぜか満足げ、謎のガムテープおじさんでした。すごいな。